皆様、北海道ボールルームダンス連盟の平田敦史です。本日2020年11月22日、札幌市豊平区体育館にて北海道ダンス選手権大会が開催されております。まずはじめに、現在札幌を中心に北海道での新型コロナウイルスの感染が拡大している中、大会の準備及び運営をしてくださる役員の皆様、そして本大会に向けて練習を重ねてきた選手の皆様、関係各位に厚くお礼申し上げます。また我々北海道ボールルームダンス連盟では、最大限の感染防止対策を講じながら、9月10月と無観客にて大会を開催し、無事何事もなく大会を終了することができております。本日も今まで以上に感染対策を講じながら準備を進めてまいりました。しかしながら、本日はやむを得ず欠場という決断をしなければならなかった選手も数多くございます。皆様それぞれのお仕事や立場、環境が異なります。そういった選手の方々の分も含めて、本日の大会を成功させるべく進めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。さて、本日もダンスの解説やダンス談義を行っていただくために、コメンテーターをお呼びしております。まずは1人目、元北海道プロラテンアメリカンファイナリスト、ユニバーサルダンススタジオの石川貴弘先生です。皆様こんにちは、今日もよろしくお願いいたします。初参加、初参加できて、はい、その辺でよろしいですよ。どうもします。大丈夫ですよ。はい、続きまして、元全日本プロラテンアメリカンセミファイナリスト、そして元北海道プロラテンアメリカンファイナリストの MDC ダンスアカデミーより大滝真理先生です。こんにちは。今日はどうぞよろしくお願いいたします。私も緊張してます。はい、大丈夫です。皆さんね、最初緊張しますけれども、すぐ慣れますので。それではお二人よろしくお願いします。さあ、今日はですね、まあ、先ほど申し上げたように欠場という、ね、方もいますけども、その分元気に今まで以上に明るくハイテンションで進めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。笑顔はね、映らないですけど免疫力アップしますから、ね、笑顔でいきたいと思います。さあ、本日はですね、2020年度になってプロフェッショナルの A 級選手出場するのが初めての大会となりますね。でお二人は北海道で長らく A 級選手として活躍してまいりましたけれども、プロ A 級になって初めて出場した競技会に行ったり、プロとして初めて出場した競技会、またもしくはアマチュアも含めて競技ダンスの大会に初めて出場したとき、なんかそういったことのエピソードをお聞きしたいんですけども、石川先生どうですかね。僕はですね、はい、プロ A 級になって初めて出場した試合が、2009年の、毎日杯からなんですけれども、2009年の毎日杯、なるほど、その時にですね、前久保先生とあの大滝先生がちょうど北海道に、はいはい、移籍してきた年で、その頃ですか。で、クラス別、うん、そして毎日杯とあったんですけれども、うんうんうん、クラス別の時に見て、うん、これはやばいなと、はいはいはい、なるほど、僕が A 級でいいのかなっていうのは正直ちょっと、前から出てね、映ってきたから B 級から始まったということで、はい、B 級だけど、はい、A 級の自分もうがうが知られないぞと、はい、うん、なるほど、そう望んで毎日、望んで毎日会、望んだんですけれども、うん、決勝に入ろうというよりは、うん、なんか前久保先生たちをすごい意識しすぎちゃって、うん、なんか全然ちゃんと踊れなかった。あ、そうですか。苦い記憶が、苦い記憶がある。なるほどなるほど。そんな、石川先生、私と同じね、スタジオユニバーサルダンススタジオなんですけど、その話はね、初めて聞きますね。まあ面白いですよね。そうね。まあ丸先生はいかがですか。ですね、うん、それは全然今のは初耳だったので、はいはいはい、ちょっとあれだったんですけど、うん、あのうちはですね、うん、実は最初始めたのがチューブスタートだったんですね。あ、そうですね。あ、そっかそっか、そうなんです。そうかそうか、そうなんです。地元でしたっけ、中学。はい、私が静岡なので、うんうんうん、で2年プロをやって、はい、でまあ東部に出たいなということで、はいはいはい、で東部でずっと過ごしてきたんですけど、うん、やっぱ東部でまず C 級から B 級に2年で上がれなかったらダンスをやめようと、うん、おお、結構厳しい、はい、ハードルを自分にかけてたと。そうなんです。2人でもう結婚して、うん、もうあの本当にもう
気持ちを一つにしていったので、で、まあ、1年目はダメだったんですね。ああ、なるほどね。うん、で、3、4戦ぐらいで終わってしまったんですけど、まあ、2年目にですね、まあ、200人くらい当時いたので。そうですよね。はい。東京のね、選手多いですからね。そうなんです。前期と後期で3位までに2回入らないと、B級に上がれないという。200組中3位に2回。なるほど。すっごいきつくて、で、まあ、前期が3位に入れたので、まあ、後期次第でダンスをやめるかやめないかと。いや、そうなりますね、2年目ですもんね。そうなんです、うん、で、まあ、そこで優勝できたので、まあ、B 級に上がれたんですけど、そこから先はもう本当になんかクラスというよりも毎回全日本を意識して、そこで上に行こうということがすごく2人の中での大きな目標になって頑張ってこれました。なるほど、ね、でも北海道に来て、石川先生みたいに、今みたいにこう言っていただけるとですね、ちょっと、ああ、少し、あの、頑張ってきてよかったなって、今初めて思いました。東京の、ね、レベルはね、もう北海道と比べたらもうボーンと、ね、高いですから、その中でね、頑張ってきた先生ですからね。嬉しいです。いや、いい話ね、聞きましたね、ありがとうございます。まあ、そんな経緯が、ね、ありながらもね、お二人プロになって長らく活躍されてきてるんですけども、丸先生にね、ちょっと個人的に聞きたいなと思う質問あるんですけども、はい、いいですかね。何でしょう。でね、今日ね、11月22日じゃないですか、はい、巷では、あの、語呂合わせでいい夫婦の日いいね、よく言われるんですけども、丸先生とリーダーのね、マイクボー高弘先生ね、私から見ると喧嘩してるところ見たことないんですよ。だ、相当ね、いい夫婦であり、いいダンスのね、パートナーシップ築いてるんじゃないかなと思ってるんですけど、なんか秘訣とかあるんですか、そういう。そうですね、うん、人前ではなるべく喧嘩をしない。あ、人前ではしてないだけで、私が見てる。なるほど、なるほど。みんなと一緒かと。そうか、そうか、なるほど、ね、思うんですけど、うんうんうん、もうちょうど結婚して20年経つんですけど、うん、あ、そうですか。そうなんですよ、あの、まあ、やっぱりあれですよね、うん、こう、ダンスを、うん、の目標が一緒っていうのが一番大きいかなと思いますね。はい、なので、でも周りから見て仲良さそうに見えるというのは幸せなことなので、はい、良かったなと思います。ありがとうございます。参考にさせていただきます。お願いします。石川先生はいかがですか。パートナーとの仲ですよね。うちはですね、あの、まあ、ダンスやったきっかけというかになるんですけど、うちは最初はダンスやる前にお付き合いしたのが先だったんですよね、うんうんうん、で、あの、パートナーに、まあ、ダンスをやってみないかとちょうど誘われまして、うん、で、まあ、社交ダンスだとは当時思ってなかったので、まあ、ヒップホップとか、なるほど、ダンスのしか聞いてなかった、うんうん、パートナーが見た目もそういう感じだったんですその当時なので、ああ、いいよっていう感じで軽く、うんうん、なるほど、なるほど、うん、了承して始めたんですけど、はいはいはい、なんとそこ、社交ダンスだったんですよね、うんうんうん、で、最初見た時は、うん、まあ、なんていうんですかね、見た目と違ってなんか僕には絶対合わないんじゃないかなと思ったんですけど、うんうんうん、まあ、その当時行った教室にこうステップを教えてもらうと、うん、意外とすぐ覚えちゃったんですよね、うんうん、で、まあ、お前は才能があると、はい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 、で、僕乗せられるのが大好きなので、うんうんうん、ああ、じゃあやってみよう。なるほど。褒められたら伸びるタイプ。ええ、うん、常に昔からですね。なるほど。始めたのがきっかけですね。なるほどね。で、まあ、逆に、まあ、お付き合いしても、うん、うちはもう21年になるんですけど、そうですか。あの、本当大滝先生と話が逆で、うん、僕はもうどこでも喧嘩するような感じだったので、なるほどね。だからすごい大変だったんですけど、うんうんうん、まあでも。うん、無事にインターンもできましたし、まあ、喧嘩するほど仲がいいというね言いますからね。まあ、私もね、まあ、同じスタジオですから、あの、若干聞いたことはありますけど、面白いですよね。こういうね、なんていうかな、プライベートのところが、あの、視聴者もね、番組見てくれてる方も楽しんでいただけるんじゃないかなと思いますので、こんな感じでね、若干ちょっと横道にそれながらも話ね交えながら、本日はダンス談義、そしてですね、後半では、あの、アマチュアオープン戦、プロのオープン戦っていう形で A 級選手のダンス直接見ながら実況中継という形でコメントいただこうと思ってますので、よろしくお願いします。本日は感染防止対策として開催部門を前半と後半に分けることによって、選手が会場であるこの体育館ですね、タイミング分けて体育館の中の人口密度が高くならないように工夫しております。まずは前半戦にアマチュア E 級以下の選手、そしてもう一つ35歳以上の選手が出場する
シニア部門というのが開催されるんですけれども、この2つの部門、アマチュア E 級以下の部門とシニア部門、出場する選手に対して何かアドバイスであったり、お二人が日頃、指導している中で何かここ気をつけるといいよみたいな、そういったことって何かありますかね。石川先生何かありますか。私はですね、指導するというか、アドバイスとしては、立ち方ですね、特に男性ですと、背番号を背負うので、男性が例えばこうなんかぐにゃっとかってなってしまうと、なんぼこういいなと思っても、審査員はやっぱ見づらいと思うんですね、背番号が。そうですね。その背番号をなるべくこう、いつでも見れるようにというか、そういう感じでこう背中の立ち方とかそういうのを気にして踊ってほしいなっていうのはあります、なるほど。女性にとかありますか。女性は、僕が指導している時に気をつけるのは、下半身、特に女性の場合はドレスで足がよく見えますから、結構見られやすいと思うんですよ ね、なんかこう足がしっかりこう、ターンアウトしてるかとか、足がしっかりこう締まってるとか、まあ、そういうのを極力気をつけて教えるようにしてますね。そういったことがだんだん上達すると、今言った E 級選手、そしてシニア選手もどんどん上を目指せると、そういった形ですね、これは貴重な、アドバイスだと思いますね。マル先生はいかがですか。はい、私もですね、やっぱり男性はやっぱり背番号を背負っているので、やっぱり立ち方、同じですね、やっぱり最初に入ってこられた時とか、やっぱりこう猫背になってるよりは、ピシッとこう今から踊りますっていうのをフロアに入る時から、フロアに入るから、なるほど、踊るの前の段階ですね、そうですね、実際にダンスのステップを踊る前から、意識してちゃんと女性をエスコートするようにと、自分だけがこう先に行っちゃったりとかしないように、エスコートする人がね、ちょっとこういう姿勢でエスコートされるよりはピシッとした男性にね、リーダーにね、エスコートされた方がね、女性も気分よく踊れるっていうのもありますよね。そうですよね。やっぱりもう入る時から立ち方、そういうところが目に入ってくるっていうことで、そちらを強化していくと、皆さん競技のね、成績にドーンといける可能性がね、高くなるっていうことで、まあそういったね、今の結構ね、私も大事だと思いますよ、立ち方。結局プロになってもそこじゃないですか、習うにしても。そうですよね、どんなに上目指しても結局基本のウォークを教えてくださいみたいなね、そんなレベルになっちゃいますからね。まあそういったことで、こういったアドバイス、そしてアマチュア E 級と、シニアに関しては直接、映像をお届けするのではなくて、観戦してそれに対しての総評ということで、実際に今言ったことが、皆さんができているのか、そういったことを、後ほどコメントいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それではまた後ほどお願いします。さて、ただいま前半戦のアマチュア E 級ラテンアメリカン部門と、シニアラテンアメリカン部門の決勝が終わったところなんですけども、最初に、アドバイスということで、立ち方に対してね、お二人からもアドバイスありましたけど、今見た感じ、みんなスタイルいいですよね、そもそもね。そうなんですよね。E 級っていうことは年齢制限なくて、おそらく小学生ですよね、小学生の選手から、年配の選手までいるわけですけども、子供から大人まで楽しめる競技というか、で年重ねてもみんなスタイルいいじゃないですか、肌も出してもビシッとし締まってるし、やっぱりその立ち方もそうだ、極めようとしてるからスタイルも維持できて、なんかダンスの良さがなんか再確認できたような感じがしたんですけど、いかがですか。本当そう思います。やっぱりこのクラスはとても年齢層の幅が広くかったんですけれども、やっぱり年配の方もね、スラッとこう体型を保ちながら、姿勢を意識しながら、さらに音楽を聴きながらステップをする、やっぱ社交ダンスって素晴らしいなと思いました。石川先生どうですか、背番号よく見えたんじゃないですか。いやでもそれより楽しそうでしょ、楽しそう、それはありますよね、確かにね、純粋に楽しく踊ってるなっていう感じがすごいしましたね。だって踊り終わってね、拍手を送ったらね、こっち指差してくれたりとかね、笑顔ね今日はこういう状況でこう無観客で試合やってますけど、
僕だったらちょっとあそこまで笑顔にはなれないかなという感じがします。そうですか。辛いですね、うん、はい、お客さんいないですね。だってね、辛いです、ね、観客昔ね、観客いるときはね、パートナー見てるよりもお客さんの方見てる時間長かったんじゃないですか。そうですね、もうなんか拍手もらっちゃう、もうなんか笑ってもらうことがすごい必死だったので、うんうんうん、パートナーもそっちのけにして踊ってることが多かったですけど、ね、よく紅茶にも怒られましたね。ほどほどにね、ほどほどに。でも、まあね、応援してくれる選手、観客に向かってね、選手から、ね、目線だったり笑顔を向けられたらね、見てる方も嬉しいですよね。そうですよね、うん、今嬉しかったですもんね。そうですよね、我々もね、ね、我々の解説ブースに向かってもね、あの目線くれた選手もいましたしね。いや嬉しいもんですよね、やっぱりね。嬉しいですね、うん、やっぱり生でね、見るっていうのもね、いいですよね。さあ、そんな感じでね、あの選手の皆さん、今決勝終わりましたけども、今日の大会でね、今年の大会が終わりますけれども、まあ、来年に向けてね、さらに練習を重ねてほしいってね、ところなんですけども、でこの後今休憩時間挟みまして、あのアマチュア E 級のスタンダード部門、そしてシニアのスタンダード部門ね、あります。ドレスも変えますので楽しみですね。はい、あの先ほどスタートした時と私なんか変わったところあるの気づきました？気づかないですか？あれ、私ほらマスクが、さっきね、白っぽいマスクしたんですよ。あ、すみません、本当に気づかなかった。いや、競技会ね、あの始まるということで清掃ということでね、これあのタキシード用のマスクに作ったんですよ。黒地に白いね、でちょっとタキシードっぽいですか？そうですね、タキシードにこう合ってる感じでかっこいいですね、うん、これあの自分だけ久谷さんっていうあのベースメーカーさんに相談して自分だけ同じ教室なのに石川先生には何も言うことがない。普通の白いマスク、いや不織布の、うん、いいですよ、うん、でね今日ね帳体にもちょっと凝って、これ革なんですよ。本当だ、革のね板垣さんってねあるんですけど、はいはい、うん、このでね、なんかメール来るじゃないですか、メールマガジンみたいに、そこで蝶ネクタイの写真があって、あこれ面白いと思って、あそれいいですね、うん、まあ踊ったら多分くちゃくちゃ革だからね、ちょっとそっちは本物ですからね。まあそんな感じでね、後ほどまたお伝えしたいと思いますので、それではまた。さあ前半戦残すところはね、あのアマチュア E 級スタンダードシニアスタンダード決勝戦となりました。ちょっと待ちましょうか。あ今コールされますね。今回ね、張り出し、今回もそうなんですけど、審査結果を張り出してしまうと、そこに選手が集まってしまって密になるということで、今のように、あらかじめアナウンスをして、そしてまた出番の直前にもまたアナウンスっていう形で勝ち残った選手が分かると、そういった工夫もねしているということですね。さあ、まあこの後ね決勝を残すのみとなりましたけども、ここまで何か総評というか、なんか見てて感想とかありますかね。ここ良かったなとかあれば、もし、うん、そうですね、うん、あの先ほど予選、今までね、うん、予選だったんですけど、うん、まあ、観客がいない分ですね、はいはいはい、次のヒートの選手が、うん、前のヒートの選手を、うん、あの拍手で応援したりとか。そうですよね、今回ね、体育館の広いですから、待機場所に選手がずらっと並んでいて、で前の選手が終わったらその選手が次の選手が入っていくっていう形なんですけど、直接見れますからね、前のヒート全員が見れますからね。そうなんですよね、で近くに来たら声援を送ると。本当はライバルなんですけど ね、でもなんかそういったこうスポーツマンシップにのっとってるというか、なんかいい雰囲気ありましたよね。そうですね、うん、今までにないちょっとなんかほっこりした部分でしたね。そうですよね、うん、石川先生どうですか。はい、ちょっとじっくり見させていただいたんですけれども、うん、やっぱりあの準決勝とかになってくると、うん、今日ずっと言ってることですけど、やっぱ背中がこう綺麗というか、演技服が常にこうビシッとしてる人たちが残ってるのかなっていう印象でしたね。なんかこうピクチャーポーズ一つにしても、やっぱシルエットがすごいみんな綺麗だなと思って感心して見てました。そうですね、まあ、その中で、あ今ちょうどシニアの発表があるみたいですね、うん、はいはい、マメですね、結構しっかりチェックして誰が残ったかっていうのね。なんか気になった選手残ったとかありました？そうですね、やっぱりなんか、うん、あの今日、うん、
もう本当久しぶりに、うんうん、あの見させていただいたんですけど、うんうん、なんかあれですね、この会場に、うん、この体育館という会場にこう衣装がすごい映えて、そうですよね、綺麗だなと思った選手が残ってたりとか、うんうんうん、あ、なるほどね、うん、やっぱ印象も大事ですよね。そうですね、うん、特にこういうあの広いあの体育館ってやっぱりライトアップもそうですけど、そうですよね、そういう面がね、そうですよね、うん、なかなかこう石も光りづらい部分もあるんですけど、うんうんうん、発色のいい色とか、うんうんうん、やっぱりなんかこう床とこうなんて同調しない色とかっていうと、うん、やっぱパッと目がこういったりとかして、ね、やっぱちょっと濃いめのドレスの方が今日は映えるのかなっていう、ね、そうですね、はい、まあ、次の決勝が、ね、どうなるのかちょっと楽しみにしながら、後ほどまた、ね、決勝終わった後、はい、そしてすぐ、ね、前半戦の表彰式入りますので、はい、その辺も楽しみにして後ほどまたコメントお願いします、はい、いや、あっという間に前半戦終了して表彰式も終わったんですけども、いかがでした決勝の感じとか、うん、そうですね、うん、自分もちょっと決勝戦、はい、ジャッジのつもりで、まあ、ジャッジの時より、ね、うん、見る時間はありますけれども、うんうんうん、ちょっとつけさせてもらいます。なるほど、なるほど。それと照らし合わせてみて、表彰の結果いかがでした？ほぼ同じ。おお、そうですか、はい、なんかいいっていうか、どういう評価というか、どういう選手が良いというか。そうですね、でもやっぱり予選からある程度こう目に入ってきた選手が上位3組っていうのは、まあ、ずっと最後まで残ってきましたし、あ、そうでしたか、うんうん、やっぱり6組になるとね、うん、見られる時間も少しあるので、やっぱりこう音の表現力だとか、ね、あとやっぱりホールドを崩れないところとか、うん、そういうところがこう最後までキープできてたりすると、ね、やっぱり目に入ってくるなと思いました、うん、そうね、うん、そうですか、はい、石川でもなんかそんな感じで見てみました、ラテン戦も、まあ、僕はほぼ、うん、ほぼ当たってた感じでした、やっぱりね、うん、ただまあやっぱ1位はやっぱさすがだなという感じしたんですけど、まあ2位からこう2位かっていうんですかね、の方はやっぱりみんながやっぱりこう2位になれるチャンスがあったっていう、なるほどなるほど、1位の方はやっぱちょっと一つ上に出てたかなっていう感じは正直ありましたね。逆にそれ以外の人はみんな似通ったレベルで誰が勝ってもおかしくないというような接戦だったと、はい、うん、なるほどね、チャンスありますもんね、そうですよね、またね、次もね、だって今回っていうか最近あれなんですよ、1位から3位の人商品券もらえるんですよ、副賞で。いいですよ、ね、高田さんの商品券だから3位以内何回か取ってたら、頑張ったら靴の一足、ね、買えちゃうかもしれないですよね。いいですね、いや、そういうなんていうかご褒美的なね、お楽しみもね、あったら嬉しいですよね。そうですね、まあ、次もね大会を目指して頑張ってほしいと思います。はい、でこの後今前半戦終了しましたので、ここから今前半出場した選手は荷物を片付けた後一旦体感していただいて、その後後半戦出場選手が清掃の後ですね、控室清掃した後に後半戦の選手がまた入ってきて、いよいよアマチュアオープンとプロフェッショナルオープンが控えてますので、はい、後ほどまたよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。さて、いよいよ後半戦ですね。ここからはアマチュアの A 級選手およびプロフェッショナルの A 級選手が登場してきますけれども、お二人には実況中継という形でコメントをいただく予定だったんですけれども、アマチュアのスタンダード部門とラテアメリカン部門なんですけれども、実は多数の大学生の選手エントリーしていたんですけれども、現在の新型コロナウイルスの感染拡大が非常に影響が大きくなっているということで、大学自体が課外活動の自粛をしてほしいと、そういうことを学生たちに伝えたということで、選手もそれに従って今回は欠場という決断をしたというふうに話聞いていますので、なんとですね、スタンダードもラテンアメリカンも社会人の選手一組になってしまいました。で、まあ、一組ですから自動的に優勝になるんですけども、今回は競技という形ではなくてですね、せっかくですから一組に広いフロアでデモンストレーションという形で5種目ダンスを披露していただくということになりますので、お二人にはそのアマチュア部門に関しては何番と何番比べてどうこうっていうコメントではなくてですね、その一組この大変な中ね、エントリーしてくれてますので、そのダンスを見て、例えば
ワルツであったらなんか伸びやかなムーブメントですねとかそういったようなコメントをねいただきたいと思いますので後ほどじっくり見て自由に発言していただきたいと思いますので、はいはい、そちらの方よろしくお願いします、はい、でプロに関しては競技ですからもう踊ってる映像をね流しながら、はい、ご自由に、はい、時には辛口なねコメントもねいただければと思いますのでぜひ後ほど皆さんお楽しみにしてください。まあ、今準決勝終わりましたけど今回の大会は単価戦ということで5種目総合で勝ち残るシステムではなくて1種目ごとに決勝に進めるメンバーが変わってくる可能性があると。例えばチャチャチャで決勝に残ったけど他の種目では残念ながらということもあるでしょうしジャイブだけ残ってくる可能性もあるとっていう審査方法で進める大会なんですけどもお二人にとって得意な種目っていうのはあったんですか。得意な種目、うん、例えばじゃあまるででありますか。好きな種目でもいいですよ。ルンバとサンバが。ルンバとサンバ、ああそうですか。なんか理由あります。一番最初にダンスを始めた時に、うんうん、プロのですね夜練習会を見た時に、はいはいはい、サンバを見て、はい、すごいなと、はい、いつか自分もまだ生徒だった時、ああそういうことなんですね。踊ってみたいというのがすごい強い、うん、まだ習ったことない種目をいきなりプロのを見ちゃったドンと。それも夜の練習会で、ああもうバリバリすごいかっこよくて、うん、なるほど。それでサンバがすごい好きになったのと、あとやっぱルンバはもう全体の基本なので、うん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 、やっぱり練習量はそうですよね多くなりますので、うんなりますよね、やっぱルンバは好きですね、うん、そうですよね、はい、石川先生はどうですか。僕はちょっと一緒になっちゃうんですけど、うん、僕もやっぱりサンバが好きですか、ね、あそうですか。か得意か苦手かって言われるとちょっと、うん、うん、まあ好きと好きなのね。好きなサンバが好きですね。じゃ逆にこれちょっと苦手だなとそういうのあります。苦手な種目、苦手というか、うん、僕苦手な種目はパソ、うん、あパソ、パソドブレが立ち方ですか。苦手ですね、うん、いやなんか逆にこう、うん、あの他の種目に比べると、うん、ヒップをこうあまりこう使えないというか、うんうん、ヒップアクションね、まあ、基本的にはないですからねルンバみたいなね。そういうところなんか体全体が硬直してしまう癖がすごいある。なるほど、力みすぎちゃう。あそこをちょっと改善するのにすごい時間かかりましたね、うん、なるほどなるほど。そうですか。まあでもね先ほどもシステムのこと言いましたけど単価戦の場合1種目だけでも決勝に上がれるチャンスあるわけじゃないですか。で総合で上がってる決勝常連メンバーも苦手種目で落としてしまうっていうようなリスクもありますし逆に得意種目をね伸ばすタイプ、うん、苦手種目を克服するタイプでまあまんべんなくね練習するタイプだといろいろあると思うんですけどお二人はそのタイプで言ったら得意なのを練習すごいするのか苦手なのを克服するのかとりあえず全部5種目がやるのかどんな感じですかね。マリ先生どうぞ。うちはですね、うん、もうまんべんなく、まんべんなく、もうとにかく、うん、現役の時は踊り込みから始めましたね。通し練習。そうです。朝もう20曲、うん、わーすごいですね。細かい練習に入るんですよ。なるほど。なんですけど、毎回チャチャからだと、うん、やっぱりジャイブはなっちゃうので、その踊る順番も、なるほどね、今日はパソからと、なるほどなるほど、今日はジャイブからと。サーキットトレーニングみたいな感じですね。そうですね、うんうんうん、はい、そういうふうにして進めていきましたね。1種目で終わっちゃうとか2種目で終わっちゃう練習っていうのはなかった。基本的にはないと、はい、うん、なるほど。石川先生どうですか。僕は苦手な種目を重点的に練習することが多かったです、ね、ああそうですか、うん、だからパソ結構やったなんですけど、うん、僕パソもそうなんですけど、うん、僕ルンバって、うん、個人的にはすごい好きな種目で、うん、サンバの次ぐらい好きなんですけど、うん、だから結構自分の中でもルンバいけてんじゃないって思ったんですけど、うん、大抵レッスンで見せるとルンバになってないって言われることが多くて自分の評価とコーチの、はい、コーチャーの評価が逆だとだから現役の時もその、うん、好評とかでも、はいはい、ルンバだけなんかすごいなんですかね、うん、いっぱい注意されるというか なんでそのルンバを一番苦手っていうわけではないんですけどルンバ一番練習をした感じはありますね。そうですか。まあこれはね人によってそれぞれ様々だと思うんですけども、まあ、で丸先生たちのようにどの種目もまんべんなく
練習する、総合成績強くなりますよね、そうなるとね。で逆にこの種目は負けないぞっていうようなね、1種目にかけてくる選手っていう踊りっていうのは、まあ成績もそうなんですけど、踊りそのものが印象に残ると思うんですよ。ちょっとまあ私の個人的な記憶紹介しますけど、昔ですね、当時イギリスに当時って私学生の時ですよ、もう40年前の話ですけど、イギリスにね、コーキー&シャーリー・バラス組っていうラテンのね、まあそのまま世界チャンピオンまで上り詰めた選手なんですけども、彼がですね、確かね、ジャイブがビデオで、VHS のビデオで見た記憶があるんですけど、コーキーがね、バレエダンサーのトーシューズあるじゃないですか、こうやって、つま先立ちする、そんなようなつま先立ちで、ジャイブですよ、ただ立ってるだけで、こうやって、つま先立ちで。でそれを立ちながらこうやって指さして、つま先立ち、俺のつま先見ろみたいなジェスチャーをねすると、もうマイケル・ジャクソンみたいなもんですよね。そうしたらもう観客がうわーって湧いて、それでなんか成績がねドカーンと上がったような記憶があるんですよね。なんかそんな知ってます？実はですね、私イギリスに結構長期留学してたんですけど、現役、の時に、コーキー&シャーリーがメイン紅茶だったんです。あ、そうですか。そうなんです。で奇遇ですね、今の私の記憶とね。そうなんですよ、ちょっとなんかニヤッとしてしまったんですけど。そうですね、ちょっと話聞きたいですね。その時、私そのビデオとかでは見たことないんですけど、コーキーがレッスンの時に、私たちによくこう見せてくれたんですよね、その。あ、つま先立ち。つま先立ってこう見ろ見ろみたいな。こういう風にして目を引くんだという、そういう、なるほどね、それを教えるっていうよりはそういうテクニックだよと、まあ、半分目立たなかった、自慢したかった感じもあるんですけど、なるほど、ね、チャーミングなところもコーキーがありまして、なるほど、はい、でもあれ印象に残ってますね。いや、痛くないんですかね、あれ正直、つま先ね。もう楽しんでます。楽しいんですか。そうですか。もういっつも笑って、もう超楽しんでるっていう、もう心もそこから楽しんでる感じが、毎回ですよね、自慢みたいな、毎回見せてくるもういいよとすごい、もうすごい、なるほど、ね、楽しかったんでしょうね、本人もね。そうですか、はい。まあ、でもそれがね、そのジャイブでチャンス掴んで、ね、他の種目も見られるようになってっていう感じで世界チャンピオンまで上り詰めるっていう、ね、逸話もあるぐらいですから。石川先生どうですか、つま先立ち。つま先立ちは、僕はマイケル・ジャクソンでよく真似させてもらいましたけど。あ、そうですか。指が骨折しそうになったんでやりすぎて、やりすぎた、断念しましたなるほどね。なんかそういったお二人にとって記憶に残るダンサーというか振り付け、こんなステップ昔流行ったよねでもいいし、真似したよとか、そんなのあります？記憶に残るダンサー、僕、まあ、最近ですけど、やっぱりあれですかね、マリトスキー。マリトスキー、あ、マイケル・マリトスキー。振り付けが、あ、振り付けがね、まあ、結構なんて言ったらいいんだろうな、トラディショナルなラテンアメリカンっていう形じゃなくて、なんていうかモダンダンスというか、ちょっとコンテンポラリーというか、ちょっとこう奇抜なものもありましたよね。好きでしたね。なんか自分ではこうなんか絶対真似できないだろうなっていうのをこう簡単にやっていくところがやっぱりすごい好きでしたね。そうなんですよね、かっこいいから真似したくなるじゃないですか。なるんですよね。絶対できないんですよこんな難しいのやってんのみたいなね。マルティさんあります？そういう、私はね、またこれもあれなんですけど、もう17、18年ぐらい前になるのかな、ブラックプールでね、イギリスのね、そうなんですよね、その時にマイケルとビアータ、スラビとカリーナスマノフ、なるほど、4人でフォーメーションをねやって、あ、そうですか。見たことがあるんですよ。ほうほう、コングレスかなんか。そう、コングレスだったかな、日曜日のなんか、タワーの大会の時だったんですけど、もうそれがまた素晴らしくて、でやっぱり2組ともコーチがあの何でしたっけ、シャーリーとコーキーだったんですよね。まあ、それもあって私たちも見に行ったんですけど、その時のフォーメーションがすごかったのと、あとオランダの世界大会でやっぱり同じ頃だったと思うんですけど、ルイ・ヴァン・アムステルと、ジュリー・フライヤー、ジュリー・フライヤーいましたね、もうだいぶね昔の選手になるんですけど、その2組がポールを使った、ショーダンスを、あ、そうですか、なんかそれ映像見たことあるな、ありました、すごかったんですよね、もう声も出ないぐらいすごくて、
もうなんか涙がこう出るぐらいな感じだったんですけど。いやそうですよね、感動するダンスって泣いちゃうんですよね、見てると。そうなんですよね、うん、それがすごくこう印象に残ってますね。なるほどね。ルイ・バーンウンステルとジュリー・フライヤー懐かしいですけど、いや好きでしたよ。彼らも彼らがラテンを変えたって言われたぐらいアマチュア世界チャンピオンを取った時に、うん、もうそこからラテンの世界が広がったというか、なんかそういう風に聞いたことありますね。あそうだったんですね。ルイ・バーンウンステルね、だってプロがアマチュアの彼らを踊ってるところを見に来たみたいな話聞きましたもん。そのぐらいこう、うん、衝撃的なダンサーだったっていう話はね聞きましたね。じゃあ生で見れてラッキーでした。うん、素晴らしいですね。まあそういったねこうなんていうか他の人の素晴らしいダンスから感動してそれを自分に落とし込む。はい。うん、だから今度あれですよね。確かねそうだそうだ思い出しましたよ。これ個人名言わない方がいいのかな。北海道のあるね、ええ、今のトップ選手が子供の頃に、ええ、マイクボ組のサンバのデモを見て、ええ、あの日本語の歌のサンバ踊ってたじゃないですか、ええ、あれを見てサンバってこんなにかっこいいんだって言って、でなんかプロになるきっかけというかダンスやるきっかけになったみたいなことなんかで読んだんだかね聞いたんだったか。うん、嬉しいですね、うん、いやだからまさに自分が体験したことを後輩のダンサーにやってるってことですよね。いや素晴らしいですよ。いや嬉しいです、うん、本当に、ね、頑張ってほしいですね、うん、いやそういうねやっぱり人の、ね、ダンスっていうのはね感動させる力がねあるんだなと思いました、はい、さあということで、まあ、もう少しねあの休憩時間あると思いますけど後ほどまたコメントね実況中継したいと思いますので後ほどまたよろしくお願いします。さあ今プロフェッショナルラテンアメリカン部門の成績発表が終わりまして1位が宮下各地組、2位が小西大月組、3位が西村大友組、4位近藤小林組、5位石橋渋谷組、6位土屋本間組という総合成績ですよ。あの単価戦ですからあの種目ごとに順位は違うんですけどもその総合ということで6位まで発表されておりました。いかがでしたか。まあ、予想通りに言えばいいですね、うん、なるほどなるほど、うん、まあ近藤小林がもう一個前でも今日は良かったんじゃないですか。あそうですか。なるほど、よく見えた、よく見えました、うん、いやそれはね実際の数字の成績はそうかもしれないけど踊りをね、うん、そういう風に評価する見えたっていうことがねあのすごくいい好評だったんじゃないかなと思いますね。石川先生はどう思うんですか。僕もあのマリ先生と同じ、うん、今日はあの、まあ、宮下組はもちろんですけれども、うん、4位の近藤組ですごいよく見えたので、まあ、個人的にはもう一つ順位上でもよかったなるほどっていう感じは正直ありましたね、うんうん、よかったですね。よかったです。だからおそらくその種目の順位もそうですけど各審査員がね、うん、どういう審査結果だったのかっていうのを見るとやはり そ, の、ね、それぞれ審査基準がありますから あともう審査員ね、うん、見る時間が本当に7秒とか、ね、そうですね、1カップル8秒とか、うん、なのでやっぱ私たちはね今日ずっとここでのんびり見させていただいてちょっとやっぱりあのその辺はね、うん、その分ね、うん、審査員がたくさんいるっていうのはそうですね、で平等につけられると思いますので、うん、はい、わかりました。では後ほどまた、プロフェッショナルスタンダードの順位発表したらお届けしようと思いますので、はい、はい、今プロスタンダードの総合成績が発表されましたけれども1位が大西組、2位が鈴木組、3位佐藤組、4位関組、5位奥田静組、6位宮下各地組という結果でした。宮下組はねラテンも優勝してスタンダードも6位に入賞とすごい成績ですけどね、いかがでした。スタンダードの方はスタンダードの方も、うん、そうですね、まあ、あの今日ねあの欠場とかで出ていらっしゃらない、うん、あのいわゆる常連、うん、常連組がね欠場したっていうのもありますけども、ねそれにしても今日の、ね、成績ですから、そうですね、まあ、あのみんなハッピーに残れたんじゃないかなと思います ね、うん、まあ、あの鈴木俊組は本当になんか、うん、
今日は狙ってる感じを最初からしましたね。石川先生、何かコメントありますか。はい、僕もちょっと似た感じになるんですけど、まあ、いつもスタンダード見て楽しみにしているのが、2位の、鈴木組と3位の佐藤組のこうやり合ってる感じが僕はもう見ててすごい好きなんですけれども、まあ今日はやっぱ鈴木組がすごいこう予選から気合入ってたので、鈴木組の方にちょっと軍配上がりましたけど、軍配が上がったと、まあ、そういったところの観戦の楽しみもありますよね。ありがとうございました。今日はね、本日プロフェッショナル部門ラテンは宮下組、スタンダードは大西組と防衛したようなチャンピオンですけどね、素晴らしい踊りでした。この後喜びのねオーナーダンスが披露されますので、そちらもねお届けしたいと思います。そして石川先生、はい、大竹丸先生、今日長時間ありがとうございました。ありがとうございました。さあではオーナーダンスお届けしましょうか。まあ、コメントするほどもないぐらい素晴らしいダンスなんですけどね、もし何かコメントあれば、はい、お願いします。決勝まで踊って、さらにフルパワーのオーナーダンス、素晴らしいですね。なんかいつものオーナーダンスよりもさらに気合が入ってた一曲だったような、ね、気もしますけどね。最後まで今日長時間でしたけども、
どうですか、うん、言い残しないですか、うん、そうですね、まあ、ラテンに関してなんですけれども、うん、何でしょうね、宮下組はもう以外の、今日の7組、うん、軸見させてもらったんですけれども、うん、なんとなくみんな同じ内容のことを練習してるのかなっていう感じはなんとなくしたので、うん、まあ僕とかも結構気をつけてやってたんですけど、やっぱまず自分の得意とする武器ですかね、うん、そういう武器をもっと自分で見つけて、うん、でそれを磨いて試合に臨むっていうのがちょっと全体的に足りないかなっていう、なるほど、感じがしましたね。武器を見つけるとさらなる高みを、はい、やっぱり戦場って言ったらちょっとあれですけど、うん、まあ競技ですからね、競技するにはやっぱりこう自分の得意とする武器っていうのが絶対するなってくると思うんですけど、うん、だからその苦手なものをやるんではなく、得意なものを自分で探して、でそれをさらに磨いて武器にしていくっていうのをもっと、うん、こう突き詰めていってほしいなっていうのを正直を見てて思いました。はい、ありがとうございます。マルデンどうですか。もう私は久しぶりに試合を見れて、うん、とても満足でした。満足でした。そうですか、はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。それでは皆様、チャンネル登録やコメントなどお待ちしますのでそしてまた来年お会いしましょう。それでは皆様、さよなら。以上をもちまして本日の2020北海道ダンス選手権大会を終了します。